今日はですね、またウクライナロシア戦争がなぜこんだけ長いこと続いているのか、和平の道はないのかということについて、ね、ちょっと嬉しいニュースというか、この被団協をね、長崎、広島に落とされた原爆のね、被害者団体が作る、ね、被害者が作る団体がノーベル平和賞を受けたと、日本のノーベル平和賞を受けたということでね、それが大きなニュースになった。そしてまあこれってね、まあいろいろとね、やっぱり世界のニュースですから、この世界に送るメッセージっていうのは一体何やろうということをね、探っていきたいんですけど、まあここでね、いろいろとね、メッセージがあって、こうオバマ大統領がね、この広島の原爆記念館に行ったとか、そういう話もありますけども、このね、原爆投下されたのが、投下したのはどこの国やっていうことは、直接ね、この NHK では書いてないんですよね。うん、まあね、確かに過ちは繰り返しません、過ちは二度と繰り返しませんっていう主語がないね、記念碑も立ってるぐらいやから、アメリカが過ちをしたのか日本が過ちをしたのか何やったか、分からへん、曖昧戦略を日本は取ってるということ、ね、そしてまあそこでここはアメリカって文字が初めて出てくるのは、アメリカの水爆実験でね、巻き込まれた第五福竜丸このビキニ干渉事件、ね、これを書いて暗に原爆を落としたのは、どこなんやとういうことでね。そしてアメリカ、ストックホルムね、中国、ロシアのメディア、報道があるんやけども、中国メディアはほとんど伝えず、ロシアは公式発表せずというような形で、NHK のメディア発表は終わってます。世界にね、どんなメッセージを伝えたんか、 NHK がね、日本のね、この被団協がね、ノーベル平和賞を受けたことで世界がどんなメッセージを伝えたんかっていうと、中国、ロシア公式発表はないというようなメッセージを日本では伝えてる。果たしてね、本当にそうなんか、ちょっとその各国のね、メッセージをちょっと調べてみました。まあ、ロイター、こうアメリカの方ではね、確かに、やっぱりね、うん、このノーベル平和賞をね、受けたんやと、日本が受賞したというような形で、報道されていると。いうことですよね。そしてまあ これはね、うん、その平和賞というのは各保有国すべての国へのね、強いメッセージだということですよね。核廃絶に対する強いメッセージなんですよというようなことを書いてるんやけど、まあ詳しくね、被団協のね、団体設立の様子とかっていうのは、あまり書いてない。広島、長崎の原爆被害者の団体が問題というようなことになってます、ね。そしてこれは AP 通信、スペイン語の、ね、メッセージ、通信社のメッセージになると、やっぱりね、これも、被団協というかね、このノーベル平和賞が、ね、日本の原水爆被害者団体が受賞したというようなメッセージで、そういう原水爆被害者っていうのは、ここ、ね、スペイン語圏のメッセージは、米国が広島と長崎に投下した、原爆の生存者の日本組織である日本被団協が核兵器に対する活動を、ね、核兵器廃絶に対する活動に対して認められた、被団協が行ってた核兵器活動に対する、ね、運動について認められたと、ね。そしてここではね、やっぱりこの核の脅威にね、今は世界もさらされて
ってると。で、ロシアのウラジミル・プーチン大統領はウクライナが長距離兵器でロシアを攻撃することは、攻撃することを西側諸国も阻止することはね、自国の核原則の変更を発表したね、自国をウクライナが攻撃するということはやはりね、核使用もあり得るよとね、いうことだから、核のね、今脅威っていうのは非常に、目前に迫ってる、この火遊び、もうね、ウクライナがね、ほぼ戦争に負けてる状態で、まだね、このウクライナに長距離兵器を与えるっていうのは、ただのね、アメリカの火遊びでしかないんや。ね、だからそれはね、やっぱり世界が、一致して、考えて、この核の脅威、ね、もちろんね、ロシアもね、核の脅威、自国が攻められた時には核で攻めますよと、先制攻撃はしないけど核で攻めますよという、ね、まあ、戦線はしてるんやからね、それに対してね、これだけウクライナがもう負け核になってる状態で、まだ長距離兵器を与えて、ロシアをね、挑発するのはどこの国なんかと、ね、その辺の状態っていうのはやはりね、ここね、ここですよね、強いメッセージですよね、ここを米国が広島と長崎に投下したんやと、日本、世界で唯一、ね、被爆国である日本、世界で唯一、核使用国である米国ということを結構明らかにしているということですよね。で、これはね、今度タス通信、これロシアの通信社ですね。で、ロシアの通信ね、ほとんど書いてないけど、まあ結構もう NHK にね、匹敵するような通信社が、広島と長崎の、原爆生存者がノーベル平和賞を受けたと。ね。で、ここはね、やっぱりロシア、詳しく書いてますよね。米国による広島と長崎の原爆投下の被害者で作られた団体と、ね、1956年に設置されたということですよね。で、1985年以降、平和賞のリストに載せられて、今年初めてね、30年から40年ぶりぐらいですよね、にやっと使われた、ね。でね、この第二次世界大戦末期、米国は日本の降伏を早めるという公式制限された目標を掲げ、広島と長崎に、原爆投下を行ったの。もう負け核の日本に、もう無条件降伏を促すためにね、民間人も含めての原爆投下を行った。そして1日でね、7万人から10万人の死亡した。あと傷と被害者被爆報告で14万人が死亡して、原爆被害者っていうのは35万人を超えるんやと、いうようなことを詳しく説明してますね、ロシアの方ですわね。で、これは、どこやったっけ、ドイツの方の報道、ね、ドイツもやっぱりね、den Unterschied machen, sodass Nobelkomitee in Oslo waren. Unermüdlich setzten sie sich für eine Atomwaffe und hört den Überlebenden und ihren schmerzhaften Geschichten zu. Die USA Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. Mehr als 200.000 Menschen sterben. Die Überlebenden in Japan, Hibakusha genannt, kämpfen bis heute mit den Langzeitfolgen, mit Krankheiten und Traumata und machen das öffentlich. Als そのビジュアル的にも訴えているということになりますよね。そしてね、やっぱりドイツもアメリカの爆撃が広島中心に原子爆弾を投下しました。1945年8月。
その3日後には長崎にも投下しました。軍事史上初の核攻撃であり、現在まで唯一の核攻撃であったね。20万人以上が命を落とした、核攻撃ね、軍事史上初めての核攻撃、そしてその核廃絶を狙った団体が、今年ノーベル平和賞を受けたというメッセージが何なのかということを、やっぱりドイツの方も書いてる。日本だけがね、一体誰が落として、誰のどういうメッセージがあるのか、なかなかね、書ききれへん、ところ。なぜ、当事者の被害者国がね、被害を受けさせたアメリカの核投下っていうのを書かないのか。これユーロですね。これフランスの方なんですけど、やっぱりね、ノーベル平和賞を受賞という形になってますよね。で、これもね、やっぱ広島長崎の被爆者団体の方でね、活動してた団体が核廃絶を目指して、受けたんやと。ね、こういう平和賞を受けたんやということになってます。そしてね、圧力の下での核兵器の使用はタブー、ね、やっぱ今ロシアが圧力をかけてタブー、その核兵器の、ね、使用の脅しをかけてるって言うんやけども、これってね、基本もね、去年のね、ほんまに、反転攻勢のほぼ失敗から、ウクライナっていうのは押されてるんやから負け格の戦いなんで、それに起死回生を狙って、クルスクの侵攻なんかをしたけども、ほぼそれもね、また制圧されてるということは、どっかでね、アメリカが、タオルを投げないと、ゼレンスキーの言ってるような長距離兵器でね、ロシアをね、攻撃したからといって、ウクライナがね、一発逆転の、一発逆転の勝利っていうのはもうないんやからね。それを考えたら、やはりね、このね、メッセージ、平和賞受賞のメッセージは大きいんやけど、まあユーロの方はそうですね、どこが落としたっていうのは、書いてないですね。ロシアの、まあ、脅威を、が核の脅威があるということで。ね、ドイツほど具体的には書いてないということですね。で、これがウクライナ語で書かれたニュースとなります。で、ウクライナ語で書かれたニュースでもやっぱり平和賞受賞と、ね、日本の被団協が受賞と、いうことでね、これはね、被団協1945年8月原爆攻撃を受けた。そして、それの核廃絶に向けてね、今運動してる団体、それがノーベル賞が受けたと。で、やっぱりね、この委員会はね、アメリカの2発の核が原爆、広し、が原爆が、広島と長崎で約12人、万人の人を殺害して、これも本当に一般市民まで殺害してるジェノサイドですからね。来年で80年ってなるで、今ね、核のね、恐怖時計ってのは、刻々12時に近づいてるんやからね。やっぱりこれは世界的なメッセージやろと。ウクライナのね、自体も、ウクライナの新聞自体も、書いてるんやからね。まあ、誰が一体ね、この戦争を、やめたいと、ね、思ってるのか、当事者自体も、もうね、やめたいと思ってる戦争を誰が続けてるのかということをね、考えれば、やっぱりこのうちと答えが出てくるとは思いますね。そして今度はこれは、どこの記事でしたっけ？何語の記事でしたっけね。結構ね、だからいろんなね、言葉、やっぱりこのノーベル平和賞の意味は大きいですね。これ中国語でしたね。中国語の記事。中国語の記事でも、やっぱりね、この、日本の被爆者団体がノーベル平和賞を受賞というような記事、だから一切記事に載ってないなんて NHK、
そうなんですよね。やっぱりこういう記事を載せてね、書くっていうのはね、人類が直面する危機なんやとね。だから、これに対してはね、起こさせたらあかんし、これをね、この核の悲惨さっていうのは、いつまでもね、人類が語り続けていかんと、目標よりももっとね、被害の受ける人たちが増えてくるということになります。ね。で、ここはね、ここの中国の記事ではね、これやっぱりね、アメリカに配慮しているのかどうかは知らんけども、原爆投下されたのがどこの国なんかっていうのは、載せてないですね。この辺が、中国とね、ロシアの記事の内容の違いかも分からんけども、少しね、アメリカに配慮した国、が中国なんかも分からない。そして、これ、最後ですけども、最後はね、韓国の記事では一体どうなってるのか。これも日本の隣国ですよね。日本の隣国、韓国の記事では、やっぱり、ノーベル平和賞をね、被団協が受賞ということで書いていただいてますよね。で、そういうね、原爆の核やけど、ここはね、韓国はきちっと入れてますね。米国の原爆2つが、広島と長崎の住民約12万人を殺してから80周年になる。これ、ノーベル委員会が世界に発した、声明やと、ね、いうことで、ノーベル賞委員会はやっぱり米国が、ね、世界で唯一核を戦争に使用した国である。日本は唯一被害を受けた国である。だからこそ核廃絶、ね、このような悲惨な状態をなくすんやということで、ね、書いてるということなんで、このね、ノーベル平和賞、被団協が受けたノーベル平和賞のメッセージはね、やっぱり世界が重く受け止めやなあかんし、そして日本はね、このノーベル平和賞を受けたことによって、やっぱりね、世界平和に歩み出さなあかんのやないかなと思います。だからここでね、本当に、一体このね、被爆した、攻撃したのはどこの国か、戦争でこの核を使用したのがどこの国かっていうことは、日本はね、やっぱり一番最初に書くべきなんですよね。世界が書いてくれてるんやから。しかし日本が書かない、この不思議な状態、これが、今、ウクライナ、ロシアの状態、戦争、あるいは、イスラエル、パレスチナ、ハマスの戦争に、タオルを投げない状態に通じてるんやないかなということで、この混沌とした世界、いろんな世界、ですけれども、日本のニュースだけを見るんではなしに、日本のニュースだけを見るんではなしに、いろんなニュースを見ると、こういう形のニュースがいかに、プロパガンダにあふれたニュースかっていうのがね、分かってくると思います。もう翻訳機能がね、あるんやから、少し時間があったら、世界どんなニュース、同じニュースをどういうふうに報道してるのかっていうのを見てみても面白いかも分からへんですね。